ワードもこっちはパンチパンダです。よろしくお願いします。久々にこの服着ましたと、まあ、ただ今ちょっと考えちゃってるのが、アイコン変えよっかなみたいなのはちょっと思ってるんですよ。実写どう？実写反対？どっちだろう？まあちょっとそこら辺はね、意見ありましたらコメント欄の方に書いていただければ見ますので、時々返信しますので。パンチパンダ返信あるある、キモいとか言われたらピエン。はい、ということでですね、アルバイト2日目ということで、まあ、行ってきたわけなんですけれども、まあね、あの、進展はありました。前回ね、あの、俺に教えてくれたバイトの人、先輩のおばさまなんですけど、おばさまが変わりまして、おばさま A からおばさま B に変わったんですよ。おばさま A いいなって思ってたら、おばさま B もいいのよ。バイト先に恵まれてるというか、人間関係に恵まれてて、今回のバイト先は割と雰囲気的には当たりかなって思ってるんですけど、まあなんかいろんなバイトすれば、その中の人間関係って見えてくるじゃないですか。で、俺今まで、その長期的なバイトをやったのが3回。で、今回4個目なんですけど、まあ、1個目がロッテリア、で2個目が雑貨屋さん、で3個目がお弁当会の H&M、で4個目が、まあ、普通の飲食店なんですけど、個人的に人間関係良さ評価で言うと、まあ、5段階中4、3、2、4かな、今のところね。なので結構長く続けられそうだなって思っていまして、で、まあ、今回やったのが、前回と引き続き、まあ、お客さんの誘導だったりとか、まあ、あと手が空いたら、ちょっと汚れてるとこ掃除したりとか、で、プラス、まあ、今回新しく学んだのが、お会計とあと注文を取るみたいな。お会計は一組だけやったんですけど、まあ、ただまだね、その人前に立つのはあれなので、まあ、触りみたいな感じで、まあ、ちょっとやらせていただきました。でですね、今回のパンチパンダ評価。今回はですね、今まで前回までの4つ、ポン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 、サクサクサンサンサン、ウィアじゃなくて、今回ですね、いきますよ、発表します。5段階評価、パンチパンダの評価は、丸、ヤンケ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 。なんで